ここでファーストディビジョンのタイムアウトです。それではこの試合に勝利しました久光スプリングス8番野本理香選手にお話を伺います。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日はチームトップの20得点大爆発でしたけども、試合を振り返っていかがですか？本当になかなか勝てなくて、本当に全員が苦しんでると思うんですけど、昨日の夜も全員で話して明日の一戦に集中して勝ちに行こうって言ってたので、もうそれが実現して本当に良かったなと思います。さあ、そして来週はいよいよホームの神戸で試合が行われます。来週の試合に向けての意気込みをお願いいたします。今日の勝ちを次につなげていけるように、全員でまた1勝を取りに行きたいと思います。さあ、そして今日は無観客試合ということで、ダゾーンの中継を通してファンの方がね、観戦されていますけれども、ぜひこの配信をご覧のファンの皆さんに一言お願いいたします。こういう状況の中で試合ができることに本当に感謝して、本当見てくださる方に何かを感じてもらえるようなプレーやゲームができるように、チーム一丸となって頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。久光スプリングスの野本理香選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。